テーマで旦那との初デートの映画館でガムベタベタされた私。あれは腹立たしかったね。帰っちゃったんだよね、泣いて。あれから30年も経ち、子育てと仕事の日々で映画を見に行くデートもしなくなった2人、領収書の整理をしていたら映画の版権が見つかりました。2枚。察しのいい2人はお分かりですか？証拠隠滅をしなかったってことは衝突希望かなと思いまして、希望通り追求しようと思いました、はい、がしかし私は大人、これ好きのことで目くじらは立てません、うん、久しぶりに映画デートしようかと旦那を誘いました、うん、もちろんその同じ映画です。そうよね。顔色が悪くなった旦那を見ぬふりして2時間たち映画館を後にしました。帰りの車で同じ映画2回も見て楽しかった。怖い怖い怖い同じ映画2回見て楽しかった。そしたらあ、もう平謝り。ああ。ずっと怖いね。確かに絶対そんな言い方だはずね。同じ映画2回見て楽しかった。そんな感じだよね。笑えそこからだね。笑えない、怖くなってきた、怖くなってきた。それで悪いことするならきちんと証拠隠滅までしろよと叱りました。そしたらいつも強気の旦那が油汗で溶けてなくなりそうでした。ああ、すごい。そうだったんだ。でリクエスト、30年目の浮気お願いします。あのピンクのリップスティックさん、ちょっと探したんですけどなかったです。30年目うちのライブラリーではちょっと手に負えないみたいでその楽曲はすごいね。この場は絶対言いたくないね。同じ映画2回見て楽しかった。あっ、そう、楽しくなかったんだ。なんで楽しくなかったの？なんか理由があるの？楽しくなかったってそんな、なんで何も言わないの？黙ってたらわからないよだよね。こっちは楽しいかどうか聞いてるだけだけど、うん、あ、この日残業って言ってた日よね、うん、絶対そうだね。日にちとかも調べてるはずだもんね怖い。誰と言ったかは別に言わなくてもいいんだけどさ欲しいものがあるのでもまだそうなったらまだなんかいいね、うん、ずっと言われ続けるよりは。あ、その場でさ、うん、もう終わらすってことね、うん、でも女って忘れないからね。怖いね。女って忘れないよね。これ多分死ぬ間際まで覚えてるから、このストーリーは。映画の半径持ってるはず忘れないようにもうね、ラミネート住んでると思うで、貸金庫に入れてあるじゃん、もう怖いよ怖い一言でも怖いピンクのリップスティックさん、またこんな面白い話があったら送ってください。おかしい